リティハウジングがお送りするスポーツです、先ほど沖縄からサッカー中継から帰ってこられた佐藤裕介さんです。よろしくお願いします。お願いします。焼けました？ねえ、もう30度、湿度 90% ぐらいで大変でしたけど、さあこちらは早速行きましょうか。ウィアー栃木FCです。ウィアー栃木FCいやー、もうね、引き分けでしたね。まあもう早速ね、まずは昨日行われた森岡との一戦を見てみましょう。スターティングメンバーはこちらです。まあ前節勝ってるんでね、動かす必要ないし、まあ気持ちよくこの一戦戦えたのかなと、まあ見てみましょうか。はい、2年ぶりの連勝を目指す戦い。まあ森岡もね、勝ってない。いや、そうなんですよ、勝ってないですからね。まあ、勝ってないけども結構いいサッカーしてるんですよね。最初にコーナーキックから廣瀬健太のヘッド、まあ、いいボールだし入り方も素晴らしかったですね。そして前半21分ですが、小発、まあ、少し空いたらやっぱりもうどんどん足振り抜くことはすごく大事ですね。この思い切りはね、大事にしてほしいですね。そしてここです。はい、まあ、サイドのクロスからニア中央と最後大石のフォアのポジション、やっぱりボールウォッチャーになって抜けてきましたよね。しっかりこうね、前に我慢して前に入りすぎず、自分の一番いいポイントで待てたのが大きなポイントでしたね。そして後半ですが、森岡が、まあ、この場面なんか後ろに人数を人はいるけども、ちょっとボールホルダーにプレッシャーいけてないとかね。で27分、同点に追いつかれてしまいました。結局そのまま、そうですね、1対1で試合終了と、まあ、ホーム2連勝とはなりませんでした。連勝するのは本当に難しいですよね。そうですね。さあ順表です。秋田が首位、そして2位琉球、3位に長野、4位鹿児島です。5位に富山と続いています。下位です。8位はガンバ大阪アンダー23、9位は栃木 SC ですね。順位を下げました。来週は1枚目に復帰したいですね、これね。そして以下藤枝鳥取と続いております。そして次節アウェーでカターレ富山との一戦です。 J2 復帰を目指して一緒に栃木 SC 後押しましょう。なかなかね、連勝できないですけど、本当に勝ちを積み重ねていかないといけないわけで、まあそうですね、まあでもそんな簡単じゃないですよ、いつも言いますけど、はい、で富山ですよ、今年から監督が三浦康俊監督になって、はい、やっぱり守備の構築非常に整ってますね。まあ、あとはそこから攻撃もスムーズにいけてるので、得点も取れてると、まあ、厄介な相手ですけども、しっかりアウェーで相性いいんですよね、栃木、はい、アウェーの富山は本当相性いいんで、ぜひぜひ頑張ってまたね、頑張ってください。はい、使用室に重ねてください。 We are 栃木 SC でした。